最近久々にこのアプリを開きました。有料デュエルウィンクスですね。有料デュエルウィンクス、最近久々にやってみたんですけれども、ルールやカードがもうわけわからなくなっていて、全くついていきませんでした。もう全然わけわかんないという形でですね、混乱してしまいました。当時このアプリが出た時はデュエルキングになるぐらいまではやってたんですけれども、その時は昔使っていたカードとかばっかりだったんで、もう全て効果とか頭の中で把握してたんですが、最近のは全くわかりません。もう有料難しすぎます。そして高橋和樹先生とレストインピースということでですね、非常に残念なんですが、今まで本当にいろんなヘッズとか当時の少年たちに夢を与えてくださって本当にありがとうございます。残念ですが仕方ありませんが、はい、ということでですね、早速いきたいと思うんですが、今回の動画なんですけれども、スニーカーヘッズのことをスニーカーヘッズと呼ぶスニーカーヘッズがいるクソダサい現実ということでお送りしていきたいと思います。本題に入る前に、いつもこのチャンネルの動画をご覧いただいている方、本当にありがとうございます。いつもコメントだったりメッセージだったりシェアだったりメンション、本当に嬉しいです。ありがとうございます。感謝でしかありません。いや本当にですね、嬉しいです。いやなんか最初本当に個人的に細々と始めた YouTube のこの動画配信だったんですけれども、チェックしてもらうこととかもすごい増えてきて本当に嬉しいです。感謝です。これからももしよければよろしくお願いします。では早速今回の動画入っていきたいと思うんですけれども、まず注意事項です。この動画をご覧の一部の方には不快な表現が含まれる可能性がございます。十分ご注意の上動画をご覧くださいませ。あくまで自己責任で見ていただければなというふうに思います。責任は取れませんのでご了承ください。今回のテーマ、まず振り返っていきたいと思うんですけれども、このテーマですが、スニーカーヘッズのことをスニーカーヘッズと呼ぶスニーカーヘッズがいるというこの現実について触れていきたいと思います。とてもややこしい内容なんですけれども、分かる方には分かるのかもしれませんが、要するにスニーカーヘッズのことをスニーカーヘッズと呼んでバカにしている、自分がスニーカーヘッズだと気づいていないスニーカーヘッズがいるという現実があるということでございます。その前にスニーカーヘッズって何なんでしょうかというところから振り返っていきたいと思うんですけれども、スニーカーヘッズの定義ですね。これは自分が個人的に定義したものなんですが、スニーカー自体はすごく好きなんですけれども、カルチャーやバックボーンに興味はなくて、音楽も全く聴かない人ですね。ファッションも当然ダサくて、スニーカーだけにはお金をかけるような人なんじゃないかなというふうに思います。僕の感じるスニーカーヘッズの定義ですので、皆さんが感じる定義とは異なってしまう場合もあるかと思うんですが、そこはご了承いただければというふうに思います。スニーカーヘッズに関する動画については以前にも作っていますので、こちらもぜひご覧いただければ嬉しいです。とても偉そうな内容になっています。スニーカーヘッズはなぜダサいのか、パート1という動画ですとか、この人スニーカーヘッズだなと思う特徴3選というような動画も作ってるんで、よかったらチェックしていただければなというふうに思います。今、外がすごい雨が降っているので、もしかしたら雨の音とか入ってしまうかもしれませんが、ご了承ください。続きます。で、スニーカーヘッズをですね、小バカにする、自分はスニーカーヘッズだと思っていないスニーカーヘッズっていうのが日本にはたくさん存在しているという現実ですね。先ほども言ったんですけども、自分はスニーカーヘッズだと全く思っていないというところがポイントで、だけれどもスニーカーヘッズのことをスニーカーヘッズだとディスってしまうという、そんな現実が世の中には存在していると。で、そんな自分はスニーカーヘッズだと思っていないのにスニーカーヘッズのことをスニーカーヘッズだとディスるような人たちというのはどこに生息しているのかというところが気になるポイントです。私が感じた実感としては、Twitter が彼らの巣窟になっているのではないかなというふうに感じております。以前から Twitter でですね、いろんな人のツイートをチェックというか勝手におすすめみたいな感じで出てきてしまうんですけれども、見ていると本当にひどいですね、内容が。一体何なんだこの人たちはという風なぐらいでですね、ツイッターは荒れていました。で、自分はスニーカーヘッズなんだけどスニーカーヘッズとは思っていないのにスニーカーヘッズをディスる人たちっていうのは、スニーカーヘッズを見つけては引用リツイートなので晒したり叩いたりします。どういう風な叩き方をするかというとですね、よくダンクやエアジョーダン1を履くのに〇〇は履かないんだというようなツイートなどしてきますね。あとはこれ知らないんだ、バックボーン興味ないんだとか、それ自体は別に人それぞれ思うことあると思うんで、別にそう思うこと自体は僕悪いとは思ってはいないんですけども、僕も偉そうな内容ですとか動画出してるんで、人それぞれそう思うことはあると思うんですけど、引用リツイート、明らかになんて言うんでしょうか、全然詳しくなさそうな初心者っていうんでしょうかね。最近こういったスニーカーとか好きになったような人たちとか、そういうのをターゲットにして晒し上げるような感じで引用リツイートみたいな感じでやっちゃうあたりとかがすごい気持ち悪いなというふうに感じてしまいました。はい。あとはツイートがもうこういう〇〇は履くのに〇〇は履かないんだとか、だからスニーカーヘッズは〇〇なんだとか、もうそればっかりみたいな、もうなんか嫌みったらしいツイートばかりしかしない。なんか前向きなツイートっていうか、もう後ろ向きなことばっかりつぶやいて、でも俺はこんだけ知ってるんだぜみたいな感じで、なんかちょっとそういうつぶったツイートばっかりしてる、自分はスニーカーヘッズだと思ってないけど実はスニーカーヘッズみたいな人が多いので、今回は取り上げてるんですけれども、そんな彼らっていうのは自分は詳しいアピールっていうのもツイートで結構しちゃってるっていうのも実は特徴になってですね、結構俺は〇〇聞いてるぜみたいな、なんか俺はこのスニーカー知ってるぜみたいな、なんかそのちょっとつぶったツイート、ちょっとマニアックなものとかツイートしちゃったりとかしてですね、はい、俺は彼らとは違うんですみたいな、僕はスニーカーヘッズじゃないんですみたいなツイートとかめっちゃしちゃってます。では実際そんな彼ら、自分はスニーカーヘッズだと思ってないけど実はスニーカーヘッズな彼らっていうのはイケてるのかというと、当然ダサいですね。もちろんかっこよくないです。僕も全てを把握してるわけじゃないんですけれども、 SNS にアップしてるコーディネートだったりとか、その足元写真っていうのを見ると、あなたも十分にスニーカーヘッズなのではないでしょうかっていう感じるようなことはしぶしに思いますね。例えば足元を見た時に、なんかソックスとかの履き方、あとシューレースの結び方とかそういうのを見て、あとデニムの裾のまくり方とか見ても分かるっすよね。合わせ方とか、何て言うんでしょう、これ十分スニーカーヘッズじゃないですかみたいな感じることばっかりなんですけども、そういった足元なんですよね。コーディネートとかも含めてスニーカーヘッズのことをディスる、自分はスニーカーヘッズだと思ってないスニーカーヘッズっていうのはそんな感じかなと。あとはこんな特徴もあるのかなというふうに感じていまして、スニーカーヘッズじゃないと自分は思ってるけど実はスニーカーヘッズの特徴としては、誰でも知ってるような日本語ラップクラシックをツイートしてディグという習性は大いにあるんじゃないかなというふうに感じています。ヒップホップ好きじゃない人とかも知ってるような、有名な日本語ラップ 90s クラシックとかを聞いてですね、俺はこんだけ掘ったぜとか、これ聞いてるぜとか、はい、言っちゃったりしますね。スカーズやべえぜ、オジロやべえぜ、ソースクリームやべえぜ、いろいろなんか90、2000年代付近のそれっぽいアーティストを列挙して、これ聞いてるぜみたいな、いや、それ多分みんな知ってるんだけどなみたいな感じでですね、はい、ちょっとよくわかんないツイートも結構散見されますね。はい、音楽聴いてるアピールをしてですね、スニーカーヘッズと差をつけようとしてはいるんでしょうけれども、なんか結論それが逆効果になっているということがですね、結構あってですね、はい、すごいなというふうに見ていますけれども、はい。ということですね。いろいろさっきも言ったんですが、引用リツイートとかしてですね、人のこと名指しで、なんかそのスニーカーヘッズ、明らかに弱そうというか、立場的になんか、あんま分かってない、もうどう考えても、新参者みたいな人とかを名指しで叩く前にですね、いろいろやることあるんじゃないのかなというふうには思ってますね。はい。僕がこういう動画出してること自体、そもそも偉そうですし、お前もスニーカーヘッズじゃんって言われたら、もうそれまでなんですけれども、はい。それでも思うことがありまして、こういう動画を作らせていただいているという次第でございます。で、個人的に俗にスニーカーヘッズって人たちのスニーカーだけが好きで、あんまりカルチャーとか音楽とかに興味ないというスニーカーヘッズ。確かに彼らも彼らでかっこよくはないです。ただ、そんなスニーカーヘッズたちよりも僕はやばいと思うのは、スニーカーヘッズという自覚がなくてスニーカーヘッズをディスるスニーカーヘッズの方が、何倍もダサいと感じています。結局彼らは自分は音楽を聴いていてスニーカーヘッズではないというふうに自称してるんですけれども、誰でも聴いてる音楽を聴いて僕はスニーカーヘッズじゃないというふうに言って、周りとなんか差をつけようとしているスニーカーヘッズを見ているととても悲しい気持ちになってしまいます。はい、まずかっこいい人は SNS で生きることは一切ございませんので、はい、SNS 上でですね、なんかちょっとやばそうだなみたいなツイートしてる人はですね、気をつけた方がいいんじゃないのかなというふうに思っております。僕もですね、スニーカーヘッズはなぜダサいのかというような動画とか作ったりとか、はい、過去のツイート見たらすごい痛い発言、たくさんさせていただいてました。はい、僕も人のこと言えませんが、はい、それでもすいませんという形で取り上げさせていただいております。はい、ということで皆さんもツイッターに生息する、そんなスニーカーヘッズだと自覚していないスニーカーヘッズをディスるスニーカーヘッズの方にはご注意いただければなというふうに感じております。今回も偉そうな動画となり大変申し訳ございませんでした。おそらく気分を害された方、何人もいらっしゃると思うんですけれども、はい、そんな方も今後ともぜひよろしくお願いいたします。僕のこと嫌いな人は多分たくさんいると思いますし、僕も人に嫌われるような人間ですけれども、そんな人間のこういう風に動画出していくことはありますんで、はい。ディスるなり、叩くなり、暗示するなり、それともなんかコメントでもいいし、メッセージでもいいんで、なんか言ってくれれば何もしないですけど、って感じでよろしくお願いします。すいません。よくわからなかったです。ということで、恒例の最後に一言なんですけれども、これをちょっと復刻してほしくてですね、カラムーチョホットチリ味のサラダチキンですね。これファミリーマートで当時売ってたんですけれども、減量期間中とかこれ食っててすごい調子良かったんですよね、カラムーチョ。サラダチキンも食べてくると飽きてくるんですけど、こういうスパイス系があると非常にですね、満足感が出るんで、しかもこのカラムーチョ味めちゃうまかったんで、ファミリーモートさんぜひ再販よろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ありがとうございました。